はい、どうも、そこちょぼし TV です。今回もウィニングレバブ2018やっていきたいと思います。ということで、日本代表ガチャ、いきますよ。終わっちゃうからね。もうね、あとだからその、終わっちゃうの。ボックスドローがさ、はい、ブラジルとフランスやってきて、はい、日本だよね。ジャパン。うん、一応その、日本の選手、はい、これまだ一回引いたんだけど、来ないのよ。ボックスドローじゃないからっていうのもあるのかもしれないけど、長谷部とか。全然。来ないし、あとホンダもこれ銀なのにホンダ来ないって、ケイスケホンダが来ないのよ、全然確率どの程度くらいの来ないの、だからやっぱこの辺の選手をちょっと目指してね、あのちょっともう一回、もうちょっと見た場合分かるんですけども、1万6000入ってるので、何回で出る、行こうか、もうだって8000円ぐらいかけたんだよね、うん、8700円ぐらいかけて、だからこれでホンダが何回来るか、そう、あの何回で来るか、何年ね、うん、まあそこをねちょっとで結構ツイートで見ても全然来ないみたいな、そう、これ音入ってる、入ってるでしょ、で聞こえない、入った、聞こえた、うん、どうじゃん、どうはダメなんだよ、でもなんかこれレベルアップさせていいんじゃないの、そう、あ、倉田とかはね、もう確かトレーナーにしちゃったよね、トレーナーにしてます、もうね、あのやっぱり日本代表、今選ばれてる日本代表選手をなるべく使うと入れるということなんで、あの要はだから今週か水曜日にはもう、あのガーナ戦、そうだよ、真っ赤なガーナ、真っ赤なガーナ、あのやっちゃうんだね、だからやっぱマネとかも見てても怖い、いやーすごかった、すごいから、だから、まあ、ガーナ戦楽しみにね、なんか仮想セネガルだもんね、だってもうツイッターでもちょっと話題出したけど、あの マネがさ、うん、手に入れた後にサラーのパフォーしてた、あグッときたよね、まあでも、はい、グッときちゃうよね、ああいうのサラーがいたらって思っちゃうけどね、そうだねサラーが来たらって、あ、遠藤選ばれてたよね、遠藤はもう持ってます、あそう、それとつるととっちゃいます、まあ本戦選ばれるのかな、マネ23人入るか、マネですごい頑張ってたけど、あそこにサラーいたらね、前半の前半マジで押してたから、そうだよね、結構熱かったんだけど、うん、あー来ない、ケイスケ、ホンダが来ない、銀来ないってどうなの、おお、中村浩介来た、これは一応代表に選ばれてるし、でも選ばれてるけど首やっちゃったんだっけ、なんだっけ、でもなんか別に結構大丈夫そうだね、大丈夫なの、うん、いいじゃん、よし、まあ一応控えのキーパーもね、そう入れておきましょう、誰が出るか分かんないんでね、その新しく監督になったから、まあね、誰出るんだろう、うん、お、来た、ケイスケ、ホンダ頼むよ、プロフェッショナル、お、元気、原口、まあでもこれとつりだよね、とつり、お釣りだけれども、元気、原口能力ちょっと高かったような気がするよね、うん、ちょっちゅう、ちょっちゅね、うん、まあそのワールドカップで戦うんだったら、うん、やっぱりちょっととつっていかないといけないことあるな、そういうこと、うん、金も濃いよマジで、動画すごいじゃん、うん、おーすごいじゃん、まあ、でもまあこれまだいるからね、とつってとつってか、ね、日本人がねやっぱりレベル3に出てきてちょっととつってくじゃん、うん、あ、すぐ上がる、結構やれちゃう、あ、なるほど、うん、結構やれちゃう、金来い、長谷部、はい、来た、ケースよ、ホンダ頼むぞプロフェッショナルだ、俺が、おー、いないだ、高しいね、これも持ってるもんね、これももうね、かなり持ってる、40レベルぐらいかな、よっしゃ、まあ、イネイ普通に超強いからな、岡崎とイネイガチで強いよ、うん、そうですよマジで普通に使えるよね、岡崎はマジで強い、オンチャンでも全然遜色がない、そうそうそう、あ、どうね、カブトムシロね、金がマジで来るんだよな、本当に、お、あー、学ぶ斎藤ね、うん、これはちょっとね、ドリブラー、トレーナーですね、ティコ焼きドリブラー、うん、いや、これマジで怖い、頼むぜ、ケイスケ、ホンダ、俺使いたいんだよね、まあそうだね、ハセベももちろん欲しいんだけど、やっぱケイスケ、ホンダ、あー、ドア多いよ、ドアリッツ、あ、小林幸、はい、初めてですね、今回はまあ選ばれてないけど、次のあれに期待だよね、うん、普通に、まあ選ばれてないとね、結構でも普通にボール回しはできるからね、でもあれでも青山怪我したからさ、あ、そこ追加招集、誰が、わかんない、何を誰がどうなの、でも怪我多くねえか、誰か、あー嫌な予感する、おーい、すごいじゃん、すごい訪問してくるな、ガツガツ来る就活生積極的に、ちょっと待って、まあ銀だけでもいいでしょ、うん、多いね、はい、これ FC 東京、 FC 東京じゃないもん、林の FC 東京だ今も、行くぜダーホンへ、それから長谷部、来い、あ、銀が、おーおーい、学ぶ、結構かぶるな、かぶるよ、俺銅箔来てるもん、え、マジでケイスケ、ほんな使いて、なんか渋くね、超渋いよ、俺なんなんこれ、これやってるやつ、
これやってるやつ本当に日本の愛。あーずれるずれるとかあるこれ。あないかさすがに。お直道ね。直道来た。直道は選ばれてますよ。直道俺スカート差し込む時に入れとこうか。うん。あ結構やっぱ30年目になるとやります。闘争心持ってますよ。直道はそれはね。テコンドー。ゴリゴリいきますよ。ちょっとねあのビデオなんかシステム判定だからあれ怖いね。うん、怖い怖い選手。そういやー、橋にもボールに引っかかんねえな。あーめっちゃ来るじゃん。6突になる、バトルが。エンド、選んでよ、もうこうなったら。もう6突だ。6突は強いから。6突は強い、普通に。だいぶ能力値違うもんね。うん。いやー。そうだな。はい長谷部、長谷部。あー惜しい惜しい惜しいおい。あ、ティカギ？ティカギね。ティカギ王女。どうなの、能力値。白玉なんですね。ああ、はいはいはい。コンディションで3だ。あ、でもこれもバックアップメンバーで青山抜けたから、どうなるか分かんないよね。頼むー近場。あいや、ちょっと待って、これマジで。おめっあーいやー、これかー。いや、おかしいじゃん、こんな。日本代表に愛をさ、注いでる人にこの仕打ちひどいね。長谷部、長谷部、いやーカブトムシ色マジ多い。学ぶさ、めっちゃかぶんない、ドータマ。学ぶ、ウサギとか欲しいんだけど。学ぶタイムなのこの時間。ウサギ持ってないんだよね、俺まだ。ウサギ欲しいんだけど。ウサギあと2時間後、2時間後ぐらいしか来ない。来いが金2つ、お前マジか。あーやばいね。森重、はい、出ましたね。森重も出た。いやー頼む、1万6000円ぐらいあったでしょ。1万切る前までに来てくれたら理想よ。まあね、長谷部とかでもいいよ。全然嬉しいぞ。長谷部か香川かってなったら、よいしょー、長谷部にしてほしいんだよね。よし来た、久しぶりに来たぞ。あ、よいしょ、ザキ。岡崎はもう持ってるからね。いや、いいんだけどさ、金でもね、ここぞ、ここぞっていう時のやつが銀なんだよね。よし来た、2発目。頼む、頼むぞ、ダーフン。よし、はい、いやー来たー、やっと来た。かっこいいなー、カクカクしてるなー名前が。プロフェッショナルとは。やっと来たよ、もう。いやー、もう完全に俺本田圭佑見ると菅氏顔の曲が流れてくるんだよ。俺はもう、まあね、プロフェッショナル一番似合う男かもしれない。うん、うん、口の中にね、なんかね、ちょっとホフッなってんの。すごいね。どこで起用されるんだろうね。だよね、その伝われ、まあ、出るか分かんないけど、スタメンか分かんないし、まあ、選ばれるかもまだね、分かんないけどね。まあ、何も分かんないんだけど、うん、使われる人はどこなんだろうね、西野さん。早く教えてほしいわ。ガーナ戦楽しみだわ。うん。ガーナ戦楽しみ。コンディションって3! 3! こんなに準備準備言うてる男が。プロフェッショナル。え？プロフェッショナルとしては、コンディション安定度5は欲しかったね。いやいや、3なの ?3、まあでも、あ、うん、でもまあ、そうか、ちょっと出来のムラが、ね、これまでの試合は。パチンコはね、まあ調子良かったりとかしてたけどね。うん。ミラの時はベンチの時間が多かったけど。なるほどね。なるほど、なるほどね。はい。いや、あと、長谷部だけか。あと、ベイヤなんです。いや、長谷部ね。さあ、ということで、あとはベ。まあ、ホンダの何回ホンダやったら当たるかみたいな、うん、回したら当たるかみたいなあれだったんですけど、まあ、ここまで来たらね、やっぱ金の長谷部。だ金が出ないんだよね、うん、マジで。ここがもう出るまで。そうだね。あ、ダーさんかぶっちゃいな。あ、かぶっちゃうか。うん。ここで、おい。あ、そこね。これめちゃめちゃ嬉しいかぶりじゃん。これ嬉しい。あとは武藤は。武藤もいる。かぶってない。かぶってない。あとはもうさ、本当にね。まあ、長谷部だよね。香川持ってるから、金でね、香川が来たら、ちょっとやべえ。やべえな。やべえことになる。あとほんと長谷部なんだよな。長谷部がね、やっぱゲットできないからね。超激レアじゃない長谷部って。激レアすぎる。なかなか長谷部激レア。あーあー惜しい惜しい、ずれる機能。ああ惜しかった今。めちゃめちゃ惜しかったな。もう何、金2個続いてるからね今。めちゃめちゃ豪華なのね。あれは金玉っていうの。あ、まあどうね。まあ大体どうだよ。ああ、サボサビだ。ティコシ、やった、宇佐美来た。よしよしよし。ちょい笑ってんだよね、宇佐美って毎回。結構強いんだよね、宇佐美能力値。はい。
全然選ばれる可能性っていうか、あの出る可能性があるんで、ちょっとこれ押さえときましょう。絶好調じゃん今普通に。まあ、ここでね、あのガーナ戦でどんな頑張りをみんな見せるかっていうの大切だから。おい金流れてるよ。あーケースケ、あー銀だ、ケースケ、それかムトゥ、ニコリ、これ嬉しい、めっちゃニコリヒロキ、めっちゃ強いよ坂井ヒロキ。これも普通に多分ね、なんかチンパを落としたスカットに絶対入ってきても全然いい選手。でかいしね。でかいし、日本の量産でばっか結構本当にいいよ。いや世界に強するよね全然ね。長友とさ、大島、大島来ちゃった、やばい。大島もね入れとかないといけないね、ボランチで必要だよね。どうしよう、枠パンパンになった。大島ちょっと怪我でもしやすいんじゃない結構。 そのさあもう枠をね、あとはほんと長谷部だけ頼む。長谷さん、あーちょっともう2個で固まってるよね。おこそ、これは結局どうなったの、ハリルの最終兵器だっけ。そう、なんかさ隠し玉みたいな。結局それ以降呼ばれないしさ、まあ、でもハリルが終わっちゃったから。しかも見てみたかったし1回ぐらい。そうだね、うん、結局出さなかったな。そう本当に丸山ね、なんかハリルにセンターバックには珍しいレフティーとかする気がする。まあこれからガーナ戦でどうなるかで結構ね、うん、あこれやれんのかやれないのかみたいなねところ。ブー、まあなんかそんな来たんだよね、なんか見なかったんだよね、あの銀のやついちいち。あなるほど、そうなんか来んじゃねえのかなこっちの方がと思って。プロフェッショナルだね、うん、考え方が超嬉しい考え方がプロフェッショナルで来るらしいよ。なくて言わないよやったー、かぶんの全然いい。いやそれいいね、だってコンディション安定の3だからさ、ガンガン能力値伸ばしておかないと。そう、うわすごい、遠藤もすごいことになる。遠藤の六突が完璧にするんですよ、うん、こうなったら選ばれてほしい。俺はちょっと遠藤舐めるね。そういやワールドカップの企画みたいなのやってほしいね。だからそのあのイベントでさ、ウィーデのその時にこれ使えて、そうそうそうその時のために今引いてるから、うん、そういうのあるんじゃないの、日本代表で挑めみたいな。そうそうそう、日本代表で挑めじゃなくてもいいけど、うん、なんかワールドカップのなんかその強い強豪国みたいなのと戦おうみたいな あのやつで全然いいから。なるほど、ね、それ日本でクリアしたいからいやー、宇佐美もティコシも被ったぞ。うん、あと長谷部だけなんだよなーって。長谷部マジ出た人いる？激レアじゃない？うん、でもツイッターとかではね結構出たみたいな人も聞くんだけど、宇賀神も何気3体目だな。そうなんか思えば宇賀神めっちゃ来るよ。宇賀神も3体目、白玉だからそんなに白玉引かないんだけど。そう、あーっと銀です。ここでムトゥ今日だけ清武ね、持ってないけど選ばれてないんだよね。そう、今結構強くね、プレスに87じゃん。任してくださいよ、結構強いね清武。6だし、いや普通強っもうコンディション、あのコンディションなんていうと本当の倍あるじゃん。うわこれいやー清武選ばれたら使いたかったけど、とかまあ間違いなく強いじゃん能力値。これでもなんか追加招集というかさ、清武選ばれる、怪我した人でさなんか選ばれたらマジ悲しいよね。悲しいな、ワンパ持ってたしね普通に。ケースケ元気、あ元気だね。いや清武強いな普通に、やる気元気弱気、うん絶対言うと思ったよ。いやちょっとでももう一体清武保有しといた方がいいかもしんないな。そう、もう一体は、マジで来ないんだけど。ちょっと俺に任せろ、なんか来る気しなくなってきたわ。いやいける、やっぱ心整えてないからかな。そう、乱れてる、心整えた上で、うん、モデルとも結婚してるからね、なかなかね高いんだよねそうだよ。あっくっ、ダメじゃん、ハセ渡る、渡るすごい、ひつぎだよ渡る。モデルとも結婚してるからね、うん、整えた上で、整えた上で、ありちゃんも何も来ないでしょ確かに、うん、なかなかね奥さんがモデルの人なかなか出ないんだよ。どうした、吉田って持ってるよね、うん、そう持ってる持ってる持ってる、トレーナーでいいよこれね。吉田が普通に強いんだよね、ガチ強いっていう。吉田あのビデオ判定だけ気をつけて、ね、頼むぞ。ちょっとポカするからね、今回のワールドカップ絶対ビデオ判定が腹を呼ぶと思うんだよね、うん、なんかあ PK ですみたいな、おかちゃんみたいなのがさやっぱもらってほしい、泥臭くね。そうゴール前でコロンビア、ああケースケケースケケースケ、気をつけ、取っとくか。いやー、で選ばれる可能性もなきにしろあるでもなんかまたちょっと怪我しちゃったみたいなの聞いたけどね。まあでも入れとこう、ちょ一応入れとこう、能力値が強いから普通に怖いよ清武さ普通に選ばれてほしかったな。ちょっとマジかこれ、マジか、ね、はい頼む長谷部、森重、マジで来ねえじゃん森重。ボランチで面白くない？どうなの、ワンチャンあるよ、結構面白そうだけどね俺。長谷さん、長谷さんめっちゃ隠れてる、
めっちゃドイツ行ってる。カイザー、サイザー、ノートあー、ユート。アイリちゃん来たってことはもうすぐだな。誰だっけ、あなんか、おー、すげえ強い。誰だっけ、結婚した人。ハセルと。なんかあの、ゴーイン、ゴーインの人。そう。ゴーイン、ゴーインって。タイラじゃなくて、タイラ。うわ、名前出てこねえなー。なんか、This is going って。そんな、その人出てた人でしょ。うん、お天気で。あー、ちょ、あー、くそ。来る、来る。ギヌ。俺はプロフェッショナル。吉田。おーい、いや、自分に嬉しいかぶり。ここセンターバック強くするの大切だから、ね、そうそう、やられちゃうから、うん、やっぱ強豪国に対して。ここねー。勝手にドーピングみたいなもんじゃん、とつってさ。こい。あー、ニコズレはダメよー。ダメダメ。ちょっとねー、マジで来ねえよ。俺じゃ名前を燃やされて来ねえのかな。怒ってるのかもしれない、カイザーも。カイザー、なんで忘れてるって。うん、おい中村、中村康介でも普通になんかどうなんだろう、レギュラーとして出ても面白いと思うんだけど、間違いなく今若いキーパーだからね。そこはミスでしょ、やっぱミスかしら、ミスのこと考えよう、ミス勝負強いから。止めてくれ、いやー、来ねえ、やべえよ大島。いやこれマジで5000円になっちゃったし。そう言うな。無料だと思って引いてるから今俺。無料じゃねえよ俺。これは無料なんだと思って引いてるから。いやーマジで長谷部さ、金マジ来ねえ、やべえよこれ。あメス、まあ、日本代表選手が強くなるのは嬉しいけどさね、うん、別にかぶってもね、強くなるならいいんだけど、日本代表でオンチャレするしかねえだろこれ。いやー、カイザーだけ頼むよ、あとカイザー来ないね。カイザーが現れんよ、カイザーが。これで香川だったらもう諦めよう。いやそりゃそうだよ、これで金来て香川だったらもう諦めるわ。香川ハセだとなんかスカウトで取れないの、スカウトでもういないのか。いないね、これだけだもん。いる、超激おかしいじゃんそんな、来たら超激、もうおかしいじゃん、何これ、迷わず引けってことや。なんだよ、もう来いよ。出せて出せて出せ、おお、ニコズレホンダ、おお、シンジ。なんか岡崎もなんかちょっと怪我っていうか、そうだ、大丈夫なの、絶望的みたいな、絶望的っていうか、なんかちょっとあんま良くないぞみたいな、みんなの練習混じれてないみたいな。大丈夫か、どうなんそれ、頼む、整えろ、あうわあ、マジかずれるとかない、球の勢いがもう、太田、太田康介はもういいよ、太田でも選ばれてないよね、選ばれてないみたいな。まあ何度かね普通に選ばれてたけど、ね、いや惜しかった今、いやマジでねえよ、まあ、惜しくはないんだけどさ、その止まんないとさ意味ないんだけど、横に来たという感じで、いやマジ、ああズレるとかない、小林、いやマジか長谷部、俺で十分ボランチには使えねえだろ。さすがにコンディションは俺で我慢しとけ、あーい、これ、ウサミ、ウサミのレベル上げちゃおうかな、ちょっと待って、これおかしいよ、こんなカイザーがこんなにいないってことある、いや、マジで来ねえやつ、頼む、これ、ほんまに、いや、あー、来ねえ、来ないわ、コンちゃん、コンちゃんね、手術ね、あるから、うん、それどころじゃなかったね、うん、あと3000、頼むぜ、おい、頼むぜ、ハセベ、銀だーダホン酒井豪徳、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 ちょっと待って、ドイツでやってる人来てるよ、一緒にドイツで頑張ってる人の確率が高くなってくるね、どんどん、頼む、これマジで、よいしょ、これ、そうだ、これわー、森重、さあ、ラスト2500円、これでベチャンが出るのか、金額言うな、その、嫌な感じになるから、いきます、16000円が飛んでおります、チョップ、おい言うな、あーダメだ、カブトムシ色のボールばっか来る、出る気しねえな、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない、こんなにレアか、いやレアだよ、これなんかさ何万入れたら来るみたいな設定してんじゃないの、ちょやめてよ、いやキュンが見てない、シュウさん、シュウさんね、はい、
頼むで。結構なんかシュッとした映り方してますね。いやマジでコンコン、ノックノックタイプ、銀だ、コンダン、坂井、坂井ルギーめっちゃ強くなるぞ。坂井が82になってるよ。え、確かそのうち坂井はグビグビ伸びていくぞ。後ろ強く強そうだな、うん、マネとか早いの本番いるから、そういうのもちゃんと対策。金、いや、あー、うわー、マジで、ズレロも豪徳、マジで、いやー、マジか。金でもズレるとかないの、銀で。ないよ、だって黒だもん、それはおかしいじゃない、金でズレたら一発狙いなんだよ銀が多いぞ、ここに来てガラドライの愛、うらしい、うらしい、嬉しいんだけどね。そうなんだけど例外、まあ、どうしよう、大島にする、だからあの北沢もし出なかったら北沢なるほど、金だしそこで代表は聞くと北沢だよ、もう北沢、レジェンドの力借りるから、ジャパン大阪、これは嬉しい、半端な男が来た。もう大阪もねやってくれるでしょ。大阪と武藤のツートップとかさ、いや行ってみたいな、大阪と本田のツートップとか見てみたいけど、ね、本田フォワードでもいいからね、まあ、岡崎とかでもまああれなんだけど、どういう褒めなのか。西野さん、あーやばい、西野ジャパン、ケンユ、ここに来てケンユ、杉本ケンユ、ちょっと見てきますか、ここに来てケンユ、これと結構なんか面白いポジ、お、結構強いな、ケンユの方がコンディション程度上なんだ、本田よりね、うん、絶好じゃないところじゃない、そうだね、うん、いや頼むぜ、ここだ、あ、銀が多いぞ、おー、やばいやばい、坂井6突なる、いやそれはまずい、ちょっと待って、あと2回、頼むぞ長谷部、なんか金が最初すげえ多かったな、怖い怖い怖い、あーよし、長谷部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 、うわー持ってる、シンジ持ってるんだよ、シンジ持ってる方よこすな、シンジ持ってっから、いやー強いな、強いよね、マジで強い、強いな、日本代表救ってくれ、コミュニケーション5か、ワンパン持ってる、チャンスメーカー、え、シンジってもう持ってるもんね、そうな、 18A だからちょっとこっちにしようか、シンジは ね、いやーマジかー、いやーマジか、ほんとかー、いやー、やっと来たんだけど、シンジかい、まだラストあるからね、そういうのもあるから、いやでも最後に来たな、来た、お情けみたいな感じで、あっ、あっ、あ、最後プロフェッショナルじゃないこれでしょ、おー、ムトゥ来た、よっち、よっち、まあということですね、今回はまあ最初、まあね、まあね、金は出たね、まあまあ本田ねゲットできたんで、まあそうだね、まあ全然いいんですけど、まあハサビまでねゲットできればまあ完璧になるというか、まあ完璧ではないんだけど、まあ微妙にね選手いるし、まあ、もしかしたらさ、ほらガーナ戦とかさ、うん、もしかしたらハサビ整える時みたいな、うん、そういうのもあるかもしれないから、うん、ガーナ戦がどうなるかね、そうだね、また決まってくるとは思うんですけど、うん、もしね、まあハセベ、ハセベのやっぱ練習で見てもらうか、そうだね、そのために北沢がやっぱ召喚されたんじゃないか、いや、いるいる、うちに北沢いるから眠ってるからしっかり、だから北沢とかも入れてね、うん、ちょっとちょっとやってみようか、うん、まあ、ハセベのこと北沢と思ったけど、そうだね、そういう、まあ北沢のことハセベだと思う、そうだね、そか、まあそこら辺でね、はい、まあまたちょっと日本代表のなんかイベントできそうだなと思ったらね、はい、やっていこうかなと思います。はい、ということでまた次の章、さらっぽー。